令和2年4月8日、今日は阿蘇市内の小中学校の始業式です。ここ阿蘇市立一宮中学校では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、先生方の就任式が電子黒板とタブレットを使って各教室で分かれて行われました。3月2日以降、新型コロナウイルスの影響で臨時休校、春休みと長期にわたって休校していた阿蘇市内の小中学校。部活動や外出なども自粛され、この日は新2年生と3年生が久しぶりに登校しました。最初は楽しかったんですけど、自分がやりたいことがなくなってきて、だんだん暇になってきましたね。毎日のように友達と会っていたから、当たり前の日々は結構大事だなと思いました。まず、新任の先生方の就任式が行われ、先生は職員室でタブレット端末に向かって挨拶をし、生徒たちは教室で同時に映し出される電子黒板を見るという形で紹介されました。続いて始業式が校内放送で行われ、井上俊幸校長が、高い志を持ち、自分の夢に向かって挑戦してください。そして、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、しっかりと考えて行動してくださいと述べました。そして生徒たちは、各学年、それぞれ別の場所で、新年度の教科担当や担任発表などが行われ、1学期のスタートを切りました。